新編、ナンバー、愛のカップリング曲、コミュニティの心を揺さぶる感動のメッセージ。どの曲も良かったよね。なんか、すごく幸せな気分だもの。ミッドナイトシティの歌詞は、うるっときちゃった。こんにちは、音楽好きな皆さん。新たな興奮と感動の波が押し寄せてきました。ナンバー、愛のカップリング曲に込められたメッセージが、飛ト飛び、ファンたちの心を打ち抜いているのは、もはや常識。平野史洋、神宮寺雄太、岸優太。 そして私たちの心の中で輝くアーティストたちが、これまでにない深い部分を触れ、新たな感動を届けてくれました。もはやおなじみのメンバー、平野翔太、上島茂太、そしてさなえさん、あら、なえりこちゃん。夜中のギギなんだか、何がギギだかわかりませんが、彼らの歌声に包まれていると、どんな夜も特別なものになりますよね。そして、待ちに待ったナンバーアーのカップリング曲が聴けるようになりました。 これは、リコちゃんも全部聴いていますよ。目の下には感動の涙が宝石のように輝いているのを感じます。ミ先生が一曲目のカップリング曲に触れると、プロアカバーでしっとりとした夜に聴きたいバラード曲なんて語ってくれました。リコちゃん、その曲が好きで歌詞に夢中になっているようですが、私たちもその大人な雰囲気に引き込まれてしまいますね。語り手となる人物が歌っているパートで何をしているのか、優雅な妄想が広がります。 サナエさんはなぜかギギになっていないようですが、岸く君の歌声が心地よく、聴いているうちに眠りに誘われるとか、美子ちゃんは寝ているのか寝ていないのか、わからないほどの興奮状態とのこと。でも、彼女のエキサイティングな表現は、カップリング曲に対する愛と期待を感じさせますね。さて、次に登場するのは、ミッドナイトシティ。これは通勤前や仕事前に聴きたい前向きな曲だそうです。 月曜日に聴けば元気が出るかもしれません。岸く君の歌い出しや諸君の裏声など、全体的に爽やかな感じが心地よいとのこと。陣ンとし君のラップも絶品で、ミコさんは語彙力がなくなってしまうほど感動してしまっているようです。そして、岸く君の美しい声が光るカップリング曲も登場。岸く君の伸びやかな歌声には、何かしら特別な力が込められているようです。また、 三人の歌声の美しさが前面に出ているとのことで、夜にしっぽりとした雰囲気で聴きたいと感じる曲になっています。ミッドナイトシティではキシ君の歌声の心地よさが際立っているようで、彼の歌声の中に心を打つメッセージが込められていると感じられます。その歌詞には時間の大切さや痛みが描かれ、リスナーに深い感銘を与えています。最後に、叱るべき時き手にならないセリフや、無駄じゃないって鼻はサクって泣くなど、 歌詞の中に刺さるフレーズが散りばめられています。これはファンたちにとって共感を呼び起こすものであり、彼らの音楽がどれほど大切で、濃密なエモーションが詰まっているかを再確認させられます。ナンバー、愛のカップリング曲は、単なる楽曲の羅列ではなく、私たちの日常に深く寄り添い、様々な感情を呼び覚ます存在となっています。彼らの音楽を通して共有されるメッセージは、 きっとこれからも私たちの心に響き続けることでしょう。新しい一歩を踏み出すたびに、彼らの音楽が私たちに新たな感動を約束してくれることでしょう。どんな瞬間でも、ナンバー、愛の音楽と共に歩んでいけることが、何よりも幸せなことですね。